あなたねこれを私の愛読書に挟んでおいたのはそういうのはやめなさいストーカーだと思ったわ手段がなかったねだったら私に直接渡せばよかったじゃない何を恐れているの 周りの人なんて関係ないでしょあなたの思いはそれで私に何の用かしら深呼吸しなさいそうしないと日が暮れてしまうわ私このあと用事があるの教会に行って祈りを捧げなければいけないから 何そう私のことを美しいと言ってくれるのありがとうそれだけかしらゆっくりでいいわせかすつもりはないから練習してきたんでしょ この紙からも伝わったわ何度も何度も書き直したんでしょとても丁寧に書かれているんですもの無げにはできないでしょ <laughs> 優しいってそういうのが好きで 私にここに来いと言ったんじゃないの正直あなたが今言おうとしている言葉想像がつくわあそう焦らなくていいのよそういう子は何人も見てきたからうまあ慣れてしまった との方が正しいかしらそれでもあなたのこの手紙にはかなわないでしょうねとても美しいわ今までの中で一番心がこもってるだからゆっくりでいいのよ あ,あごめんなさい教会は本当だけれど別に急いでないの今日行けなかったとしても明日行くつもりよどうしてお礼を言うのああ待ってそれ以上自分を否定する言葉は聞きたくない 私そう,い,うの嫌い,なのいいこともなければ悪いことしかないそんなに自分をいじめて誰も喜ばないわ分かってるでしょ <laughs> あなたその前髪がいけないんじゃない 遠くに行かないで私は真剣に言ってるのその前髪で私のことはちゃんと見えてるのあなたが美しいと言った私の見た目はしっかりあなたの瞳に届いてるのそれは困ったわね私 私のことを美しいと言ってくれた人は好きなの。でも嘘は嫌いだわ。だって、ちゃんと私のことが見えてないじゃない。そんなの、私の本当の美しさ、わからないって言ってるのも当然よ。し 黙ってそれ以上聞きたくないわ <laughs> 突然だけど今から私があなたの前髪に触っても逃げないと誓ってくれるあ、うん、ごめんなさい私があなたの前髪に触る許可を くれないかしらあなたにちゃんと本当の私を見てほしいのそれから聞くわあなたが私に伝えたい言葉許可くれるかしら <laughs> ありがとう それじゃあ…あなたの髪って…ツヤツヤしてるのね… <laughs> ごめんなさい…ピン止めがあるから、今からつければね ダメかしらそうありがとうあごめんなさい痛くないよかったそんなに目を閉じないで。 見えないでしょあなたの瞳がどうかしらあなたの瞳には私はどう映ってるそう正直想像以上だったわ ごめんなさいこの手紙をもらった時からなんて心が美しい人なんだって思ってたのそれから今日一日あなたを探したわそんなあなたに会いたかったから 私はここにいるのよ、ええ、慣れてるって言ったのは本当よこうやってあなたみたいに私のことを呼びつける人なんて結構いたからでも長居することはこれが初めてよ 違うのそのあ,あなたの瞳が私の想像以上に素敵でそうよだからそんな純粋な眼差しで私のこと見ないでくれないかしら私の体があなたを欲してしまうわ そうよ私人間の瞳を見るのが好きなのだってその人の本性が見えるんですものえあなたはこの手紙の通りとても純粋で 優しい人だわそんなあなたから今から私への思いを告げるって思うと正直興奮してしまうわごめんなさい変態じみだことは私理想の瞳に会うのは初めてでこんな風になるなんて思わなかったの ごめんなさい…取り乱したわこんな状態じゃ本来私に告げる言葉を告げられないわねもしかしてこんな私嫌いになってしまったかしらほんと じゃあ,あなたのその率直な気持ちを聞きたいわ、えー、想像はつくけれどでもちゃんと言ってほしいわあなたが私に抱いている感情を。 私の私のことが私もあなたのことが好きうん今好きになってしまったわ違うのよ あなたの瞳が素敵なのはあなたの心が綺麗だからよ私はその瞳の奥に見える心が好きになったのえこんな私だけど一生を寄り添うパートナーになってほしいわごごめんなさい早かったわね まずは初デートね何をするのかしらわ分からないわ私付き合うのは初めてだからそうあなたも初めてなのねじゃあとりあえず一緒に教会に行かないかしら 本当に…美しいわ。<laughs> 行きましょう。